お疲れ様スロットです。今日スナックエリゴレやっていきます。はい、で今日はちょっと珍しいんですけどエリゴレだけどヒーラーがね、はい、いません。エリゴレといえばヒーラー、まあ、セットというかいるのが当たり前、本当サトシとピカチュウ並みにねいるのが当たり前一緒だったんですけど、まあ、ちょっとお別れしちゃったよと。はい、まあ、そういうこともあるでしょう。まあ、ナイトがいればあの限界突破しね、あの遠距離向こう80パー向こうですからだいぶ盾とはなってくれるので、ヒーラーの回復なくてもエリゴレがタワーに届くでしょうと言ったデッキですかね。ちょっと多い、ちょっとね、うん、まあなんかいろんなデッキやっぱいるんですけど、まあ基本ナイトかババの何かで、多分ババに強いねボーラーがね、はい、で今回ナイトこれラバだったらね結構相性良さそうですけど、ちょっとまだ分からん。両サイ攻めれそう、メガゴ、いやラバだね、熱いんじゃないこれ。ザップだけでステイかな。ボーラーね意外と暇するな、ボーラーだいぶ暇するな。これ墓石とか置いてほしいな。ヒースピ、どういうこと、ヒースピメガ、スパーキーか、あこれスパーキーです。でスパーキーにもまあライドラは悪くはないけど、ゴブジェイの背中がね強えんすよ。これボーラーからだったかな、難しいね、ゴブジェイの背中強いんだね。うっうっ、やばい、いや許せます、怖い、うっ、すげえ、たまにあれで入ってくるからね。さあスパちゃん、ババスパね、まあこれでもヒースピくるとやばい。いやー美味しい。てかエリゴレにファイボー入ってるのもちょっとレアかもしんない。基本なんか矢の飴とかだから今相手ね攻めてきたと思うんですけど、まあこれ耐えたいな。相手の呪文が、まあ、レイジザップとかかな、ザップあったんでレイジザップですね。だから、まあ、ライドラを本気出せば残せる。でボーラーもどうぞいっちゃいます。おい 80% カットあるやん。これトルネで巻き込んでさ、いや5打ってきたっけ、あれやべえ5打ってきた気がすんな、勘違いに来おる。80パーカット欲しい。うん、ライドラ攻撃すんの遅い。いやでもドラゴンでこれさ、あ落ち着くか一回。今ので端前エリゴリ行ってもすごい強そうなんですけど、いや落ち着いていけるね。ファイザップなんやな。レイジがないスパーキー、これもまたちょっと珍しいな。これはライドラ、ライドラ傷つけられたくないんですよね。いやめっちゃいいからのこの位置、えこれ熱いです、どう見ても熱い。ここしかないよ、行こう、ファイブあります。おおこれはトルネでもうどっか行ってほしい。うそ、ペリゴレが殴るよ殴るよ、ファイブ防衛使う、追加、さあ勝っていく。いやいいね、気持ちいいね。スパーキーね、スパーキーにも強いわ。なんかね守るエリゴレなのかな、どうなんやろ。エリゴレってもうはい初手エリゴレダクネヒーラーレイジーヤラメグッドゲームみたいなイメージがやっぱあるんですけど、このエリゴレはねちょっと違う気がする。ボーラーとかライドラ受けから受けから行く感じかな。まあこのエリゴレちょっと強いらしいんでね、増えてる、うん、さあよろしく。ヒーラーがないのか、まあ難しいね。その分エリゴレで攻めてなんか回収されちゃう、カウンター来るけど最悪ファイバー防衛もあるんで、いやー初手エリゴレで生きてー。これでも相手待ってくるってことはだいぶ限られるね。ゴレラバーエレジャイはね少ないんすよね今。おお、うわーさすがに近畿します。ロイかライダー桜だいぶ渋い、うわーマジで渋、マジ渋いね。いやーでもこれはいい石、いやーやばい、こっちも金魚とされると
ちょっと怪しいな。うわー、クロスかー。クロスえぐやだね。うわー、めっちゃいいレスピ。クロスかー。え、エリポンのね。あー、ってことはマスケがいますね。たまたまこの辺にマスケ来ねえかな。いや、これ相手中型呪文ないんで耐えたら勝ち。ぶっちゃけ射抜いてくる。このマスケだけ本当にしばいてほしい。延命とかいらない。これ泣いてきたらどうしよう。うっ、いやでかいぞこれ。あるあるある。これ後半はそうだ、ケツボーラーしつつ、まあ、クロス来てもナイトがあるんでちょっとクロスにも強い。陸行きが、うわーこの手札やば。さすがに5打つけどクロスとかぶりそう。これよしよしよし。いやーいいよ。でナイトあるんで別にこれ右来ても安心安全。ナイトあります。めっちゃ低く歩かせます。いやでかい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 。マスク切っても引っ張る。てかこれさ、これでいいんじゃない？どうで引っ張って、マジこういうデッキっしょこれ。熱々いで、ライドラが1回でも感電すればファイボなんだけど、ナイトね。いや相手のナイトも強いんだよな。そういえば嘘やん。ごめんなさいごめんなさい。うわー、でもスケさん、これやばい。ナイトがいやー、えらっ。いやファイボタルある。いやちょっと硬いね。いいね、逃げ切りたい。ナイトあともう一回ね。大したことないナイトです。ほら早く。おお、おしゃれなね。いやーありますありますあります。マジここだけ先に引っ張ってしばく。相手つけたらちょっときついぞ。クロスいやいいね。いやめっちゃいい。え、ナイト何強えやん。トルネもないです相手のデッキ。はいはいはい。で俺は石の角度がうまくて有名みたいな、知らんけど。え、これさ、あー AM よ。え、めっちゃ攻めたいけどこれあります。おめでとうございます。あなたは選ばれました、うちのエリゴレしばかれに。これだってもう最強だよな。えぐくない？相手からしたらもうきついよ、ね、いやもう、いやでもちょっとうまい。でもだんだんとユニットが溜まってちょっと怖いやん。30秒、逃げろ逃げ。いやもうでもドラゴンゲームみたいなのがある。ちなみにナイトあります。なんかすごいな、だいぶレアなエリゴリしてる。いやちょっと怖いやんと思いながらもナイトあります。いや強すぎ。これエリポンクロスも今なんか地味にいいんすよね。本当に嬉しくはないのよ。エリポンクロスいる、エリポンゴレいる、エリポン三重士いると思えばめちゃめちゃまともな枯渇もいるし、まあ、ホグもいるし、チエンスケラ、マジアチョールブレイカー、なんかすごいんですよね。ゲテモノからまっとうなデッキまでいる中でエリゴレもいるっていう、すごいね。いい環境ではあるのよね。いい環境いい環境なのか分かんないけど、まあ、種類が多いね。まあ、ナイトが多いとかはさておき、エリゴレちょっと強いのいいな俺はねしかもなんかだいぶ丁寧めな、守って余裕があれば攻めるだけだから結構ね使いやすさもあるが、あー今回はそっちね。
はいはいはい。ウォールブレイカーの、まあ、ファイブウッドかポイウッドかみたいなね、高回転のやつですね。トルネもマジアチャもないです。はい。まあでもめっちゃ回転速いかんな。ホークル。キングギドか。いや、ミスる。で、あー、面白いです。さあでもなんか、なんとかなる気もする。普通のリゴレは、やっぱね、きつい。その、あ、え、しない、うん、まあ、普通にトレーナー位置悪かったけど、めっこりめっこりなんて言うんだへこみやがった。いやー耐えですね一旦。まあ、ボムあるからそんな耐えれもしないんですけど、耐えれもしないし突破もできないけど、可能性はあるよね。ないとね、ないと強えな。いいよ。これもしかして左えぐいかな。どうなんだろう。え、マジで行きたい本当に。こういうところでなんか事故ってほしい。うっ、やばい、めっちゃ俺が事故ってる気がする。うっ、ナイト？マジ？え、ナイトの受けない？と、怪しい顔します。いや、これ無理だ。耐えます。これは、どうなんだろう。その、エリゴレが、ボムなんで、いやー一応拾うよ。うわー、めっちゃ回転速い。いや一応耐えてはいる、耐えてはいる。ファイボ削りかポイ削り、これ来るな、来るよね、そうですよね。これやばいです、普通に普通に無理じゃない？ちょっと待って、いや、ワンチャン、マジでさ、ワンチャンね、これだって5って耐えるぞ。え、当てたよ。ええ、マジある、マジある、え、やばすぎる。え、いや、これは拾いましたからね。いや、えぐっ、マジかよ相手もだいぶね、おとなしく守るか、いやどうなんだっていうところの、うわー今の当てたの幸せすぎるね。まあ基本的に時間ないとね前に来やすいイメージはある。まあボムタワーはねちょっとエリゴレからすると厄介なんで、まあまあ負けてもしゃあない気はしてた。ガースト ISP 枯渇かな。ガッツかも、ボーラーでバレル完封とかもできるし、あークロスやん。いやしかも今回は5クロスやん、違うんかな。いや違うね、まさかの、わかんないな。アチャババね、うわー、いや謎い。いやこれはエリポンクロス、いやほんまにすげえいろんなデッキがいるんですよね。ナイトとババがいれば何でもいいみたいな、正直そういう感じなんだろうな。限界突破ナイトと限界突破ババいれば全てのデッキがなんとかなる。さあまあ呪文がなければ嬉しいね相手に。でエリポンクロス基本的にファイボとかないから、そうなった時のさっきみたいなスケドラム層、ライドラム層で、いや早い、エリポン早い。うわ攻めていいけど、おとなしく守るが正しい気もする。うわーこれ怪しいかな。アイスピンうまいね。こんなエリポンに5打つと終わるけど、打ちてー。限界突破ババクロスが来んのか、暇すぎて
これで取れね、今削りました。いやー、これ打ったらやばいよな。打ったらやばいんすけど、打って耐える男になります。来いよババ。マジ限界まで耐える。耐えます。ファイブとかないっしょ。あるんか。うわー、それやばいな。このクロスちょっと入るやん。しかもうー、ファイブあるんかい。ファイブあると話変わる。全然話変わる。その金ギドあるんかいって感じっすね、マジ。まあ、ファイブね。いや、今の行ってもよかったかな。まあ、行かないでいいか、スケ。おぉ。きつい。マジきつい。このアーチャー嫌だね。いや、でも、マジでね、耐えるが基地。本当に耐えてさえしまえば、マジ可能性あると思うんだよな。エリポンマジ5打ちてやれ。打ったらでも終わるっすね。冷静に考えよう。打ったら終わる。打たなくても終わるけど。これは打つ。こっち？ふふふ。おー、マジで。やーめっちゃ。えぐい。いやー、しかもないとまだもう一回だからな、限界突破まで。おお、新しい。なるほど。もう呪文削りに入ってくるのか。俺まだエリコレ出してないもんな。はい、あれがあるのか。お作れなんか。ちょっと入れ、ちょっと。熱い、ボール入る。え、マジである。1分ね。しかもネクス限界突破ないとです。悪くね。いや、ダメージ勝ってます。で、スケダラとかも出して5打たせない。え、あるあるある。これ止まる。ファイブで削る。ある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 。逃げろ逃げろ逃げろ。いけいけ。エリコレ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 。ボーラ一発角度で。いや、入りそう。それ入るんじゃない。いや、入ってないけど。いや、入った。でかすぎ。いや、ちょっと強いなこれ。ちょっと強いね。だってババアにもね、一応ボーラーもファイブもあるから。鬼無双してる。てかすげえ、クロス多いの嫌だな。形違うし。エリポンクロス強い環境はね、しんどい。普通にしんどい。マシアチオールブレーカーとか枯渇が狩られるよね。勝ちきついな。さあ聞くぞ。いや、でもだいぶいいな、このデッキ。ファイボ持ちにも、なんだかんだ勝ってるもんな。ファイボ相手が持ってると、まあ、スケドラは刺さんないけど、ボーラーライドラが刺さると。で、相手がライトニングだと、ライドラは刺さんない。けど、スケドラが刺さるんですよね。で、逆に矢の飴とかしかないと、ライドラもスケドラも生きると。最強やん。理論上最強です。さあ、待ってくる。モーター GY って書いてるんで、まあ迫撃スケラー、迫撃スケラーでも待つのかな。いや、ジャイスケラーかな。まあ、スケラーっぽいね。うお、これ延命されるかな。いや、珍しいね。でもスケラーはなさそう。スケラーはないね。ロイジェイラクプリボケコ。あ、分かったかもしれない。これエリジャイス。
めっちゃキモいエレジャイっす。あの本当にそんなこと言うとあれなんですけど、マジで意味わからんやみたいな形をしたエレジャイがいたんですよ。まあ普通にエレジャイじゃない、スパーキーだし。いやいや、マジでこれエレジャイの可能性あるよ、本気で。エレジャイ止まんねえな、このデッキ。なんか意味わかんないデッキいたんだよな。いや全然普通だったな。なんで？嘘やん。嘘やん。いやー、まあ、相手の呪文次第ではこっから余裕が出る。余裕かは分からん。ロケコが限界突破すんのか、やだね。まあこっち左ナイトもあるな。ロケコがあるんでトリトンか。あー、いやなんかすごいな、だいぶ特殊な。からのエレキか。いやうまいな、なんかそのどっちもあります。まあさすがに一旦ね。いやあるね、これ多分相手呪文ちょっと苦しい系だね。もう一回守って固めてしばく。呪文がわからん。ファイヒボとか出てくるとこれまずちょっと困る。うわそれやば、ライドルヘッポコすぎる。ちょっといいんだ。いや全然よくね、何もおらんかった。やばすぎるそれ。うわーマジでヘッポコしてる、やばい。こういうことするとよくないよねっていうやつだと思うんですけど、意外と入る、意外と入る、意外と入る。えマジ落ちるんじゃない、落ちとか。 お願いマジでわからん。回す、うーいやマジこれで勝てるのか。いや相手も怒るよな。わすげえ、だからもう相手のデッキもやばい。エリボンクロス当たってくれ。えすごいよね、エリコレめっちゃ強えやん。ボーラーね、久しく見てなかったかんね。限界突破するボーラーも楽しみだけど、反射する、転がった岩は1回2回反射するみたいな。あめっちゃ強そう。いやあるねエリゴレ、だいぶ強いぞ。マジで負けないね。でも今マッチングしてるのがもうスパーキーとエリポンクロスっていう。もっとあるやん。あーキングギドできるけどな。でかいナイトゴブリンでしょ。うわーわかんな。うわそんなことある、ナイトゴブリンでバルーンなんだなそのマジわかんなず一緒こんな今ので。うわわかんねえや今のでエリジェイバルーンってわかるやつはいない。いやでもゴブリンでキング起動できたのマジでかい。ボンバーとか嫌ね、嫌ね。うわすげえイカレ環境だな今。スパーキーとエリポンクロスと何変なやつ、エリジェイバルーン。そう考えたら普通のデッキの方が少ないかもね。だから普通のデッキも大変だなこんなデッキばっか相手にして。ボンバー咲いてるんで、あフィニーがいんのか。ちょっと攻めたい願望もあったんですけどね。これはトルネ使うしかない相手は。使うトルネないのかな、もしかしたら。これエリゴレ悪くない。いやー頑張ってほしいなそれ。連盟するか一応。よし
ちょっときつそう。泣いてきたけど。ライだろ？いや、ちょっとこのトレーニングに合わせてね。あー、ファイブあるんね。しっかりね。しっかりファイブありましたね。まあ、ボーラー、うわー、それやばいな。これトレネ使うと、エリジェ来た時終わる。来ない。うわー、やべえ。いかつすぎる。耐えてはいるけどね。マジ、切り耐えなんだよな。普通にないと嫌だし。ああ、そうね。まあ、一発許容で。で、このナイトをでも生かすしかない、俺は。気づいた。で、ボンバに配布したい。おー、なるほど。あー、後からね。いやー、まあ、ここはある程度ダメージ入るんで。いやー、ライトラ勝てないもんな。うわー、鳥が、鳥に強い。やばい、これナイトの、うわー、なんか、うわー、これやばい。これ絶対飛ばないやん、このバルーン。あのナイトのせいで。うわ、マジやばい。あ、普通にミスってる。うわ、カオスすぎる、このデッキ。うわ、やば。ゲテモノ環境すぎるやろ。え、えぐくない？やばいよね。やばいよね。まあ多分ナイトが程よく何のデッキにでも入れれるからこそのこういうカオスな状況が生まれてんのか。さすがにそろそろ普通のねラバデッキとかホグデッキとか来るんじゃないですか。さあ、もう初手バーバリアンもう強すぎ。俺もね、ないとこれで回したいね。限界突破ね。でも、ババに強いから、もし、いいな。ボーリー。まあ、ラバルだっ、おー、えぐい今日。2V1 でスパーキー。えぐいな。うん、撃っちゃダメ。アチャクイスパーキー。いや、もう、恐ろしい。うわぁ、これきついな。アチャクイババミニペね。で、まぁ、ジャイかな。いや、すごいな。おもろいけど。おもろいけど嫌だ。レイジから出なさい。ダメです。いやー、いいね。レイジザップかレイジタクとかだとマジライドラスケドラムスあるんで、これはもうほんと耐えるだけなゲームだと思っていますが、近畿とやめて、そこまで痛くないな、このエリゴレだと。うん、守ればいいから。さあ、スパーキー来る。マジこれだけできついよね。逆サイバーバリアンもあるね。まあ、スケドラでしばき、ハイボ防衛もあるね。いいね。まず相手の呪文がわからない。うわ、逆サイ、めっちゃ痛そうな顔してるね。おぉ。いやー、ナイト強い。あれトルネで下げればいいんで。消えない？いやー、消えるよね。さあ、このナイトがちょっと強い。まあ、相手の呪文わかんない。本当はね、ミニペッカとかをキング起動したいんですけどね。耐える。いや、もう耐えるだけです。このデッキはボーラーデッキはね、いかに耐えるかなんで、マジしんどいけど守るよ。一生守って最後エリゴレ始め出したら勝ちなんでね、シンプル。いやー、やだな。これめっちゃ強いです。
いやーもうやっぱ両サイ攻めてくるね相手も。うわーそれちょっといいババアチャクに当たってほしい。うえ今の早場気持ちよすぎ。これさあいやーまあ落ち着くかね一回ね。マジ守れば勝ちなんでね。えぐいなマジ一生それされてる。終わります。絶対逆だって気もするけどきついぞ。え？あっつこれだってエレキとかいなかったな。それさっきかあっつ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 。これ守れば勝ちなんでメガ攻撃をして一発落ち着いて。さこれ結構ずるいっすよね。エリゴレのラスト1回決めればいいっていう。いやもうそれもいやライドル強い。最悪エリゴレでミニピュー行きます。最悪ね。うわ危ない怖すぎる。いや守れば勝ちです。守れるかな。守るしかない守るしかない。でもライドルいるしね。よしよし。やばい。うわー最強やんこれこれロケットできたらどうすんの。オッケー。うわでもスパーキーめっちゃ多いわ。2回に1回スパーキーなんで、まあ、スパーキーに弱いデッキはマジきつそうだね。マジアチオールブレイカーとかもね強いんですけどね。ちょっとスパーキー嫌だから大変そう。さあというわけでエグ環境ですね。まあでもこんなヘリフォルめっちゃ強かったわ。皆さんもぜひやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。